撮影中だったのはアイルランド人のコンラッドさん。5日ぐらい前に日本へ着いて、まずは大阪へ行って、その後は京都と奈良、昨日は富士山を見たんだ。美しかったわ。今日は東京で、明日から札幌に行くの。忙しいでしょ。弾丸スケジュールで日本中を旅行しながら日本を撮影するコンラッドさん、まさに分刻みの忙しさですが、渋谷だけは絶対に来たかったそうで。僕は交通のエンジニアなんです。自転車や歩行者、公共交通機関にとってより良い街を作るのが仕事だから、渋谷は興味深いんです。同僚がロンドンの交差点の設計を手掛けていたけど、渋谷から発想を得たんだ。そこにもスクランブル交差点があるんだよ。交通システムの仕事に携わるコンラッドさん、イギリスにも影響を与えた渋谷のスクランブル交差点は見逃せないそうです。ということで念願のスクランブル交差点へ。東京に来たら渋谷の交差点に来るべきだね。この有名な空間は映画で見たことがあるかもしれませんね。ロストイントランスレーションのロケ地だよ。強烈な勢いです。1日だとアイスランドの人口くらいの39万人がこの小さな場所を渡るんだ。興奮しっぱなしだったコンラッドさん、翌日は北海道へ旅立ち、ものすごい勢いで日本の冬を駆け抜けました。